それでは本日もゲストの方をお迎えしております。自己紹介お願いします。都内で女優と歌手として活動しています、夏希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、はい、今回も登場しております音楽プロデューサー山本正弘です。よろしくお願いします。お願いします。なっちゃんご無沙汰しております。久しぶりです。久しぶり。嬉しい。なっちゃんって呼んでもらえると嬉しい。なっちゃんあれだって前回、うん、カナスパの時にね、はいはい、来ていただいたのが、はい、一昨年の9月、うん、はい、そうです。ですから1年と8ヶ月9ヶ月ぶりぐらい、そんぐらいですよ、うん、元気？はい、元気。あ、よかった。もうお綺麗で今日も相変わらず褒め上手でありがとうございます。いやでも前回ね、うん、あの藤田夏希さんだった、はい、あ、そうなんですよ、ね、今年の2月にちょっとあの名前を改名させていただきまして、はいはいはい、あの夏希っていう名前、あの下の名前だけになったんですけども、はい、うん、漢字もちょっと変わりまして。あ、そうなんです、あの奈良県の中から、はい、あの菜の花の菜に変えさせていただいて、はい、夏希になりました。はい、じゃあもうちょっとねこう心機一転じゃないですけど、はい、こう頑張っていこうみたいな形で活動されてますけども、はいはい、最初に聞きたいことがあるんですか。あれ、何でしょうか。やっぱりあれですか。やっぱりすいませんね、藤田時代の話をね、はい、ちょっとここで掘り起こしたいんですよ、はい、どうしても、はい、あの前回来ていただいた時に、うん、バーベキューやるんですよみたいな、あオフ会、なるほど、ね、オフ会で懐かしい、はい、バーベキューやるんですって話をしてて、うん、はい、でなんかもういろいろ決まってなかったですよ確か、うん、会計はだ、はい、どうするんだとかなんだとか割となんか見切り発車での開催だったと思うんですけど、うん、あれって、うん、開催されたんですか。開催はしました。あ、したんだやっぱり。開催はしました。どうでした。でもいろいろアクシデントが満載なお使いになって、まずファンの方と一緒に、はい、こう買い出しにのところからね、うん、始めようっていう。すごいよね、うん、そこがね。そうで電卓片手に行ったんですけど、電卓片手にいくら以内だよみたいな。あんた一緒に買い物ですよ最初に、はい、うん、そう、それ総勢何人くらいで。あ、でもそんなに多くなかったんですよ。5、6人、うん、そんなもんだったと思います。もう2000万人いるファンの中の、はい、5、6人が、ありがたい、精鋭のメンバーがね、そんなことないです、本当に、ね、5、6人でスーパーに行って。そうです、うん、はい、でこう電卓叩いてて、はい、ね、あ、まだ大丈夫だよ、まだ大丈夫だよって言ってて、こうやって金額見せないんですよ。あ、見せない。電卓係は夏希さんじゃないですか。電卓係は私です。あ、はいはいはい、そう、うん、あ、ファンには見せないですね。見せない。ちゃんとあれですよ、スマホじゃないです、ちゃんと電卓。あ、ちゃんと。あ、なるほど。でやって、うん、なんでその意味ない。雰囲気。雰囲気ね。はい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 。で、で、あ、まだいけるまだいける。結構余裕じゃんってやってて、実際じゃあここまでって言って通過したら、はい、レジを、はい、足りなくて。あれ？計算してたはずが、はい、どこからか、うん、おかしくなって。間違っちゃった。あれ？それはファンがガンガンカゴに入れてたわけじゃなくて。いや、ファンもガンガン入れてたんですけど、はい、あ、やっぱり入れてた、入れてた。あ、絶対じゃあそれも計算しきれてないやつが。あ、でもそんなことはないと思うんですよね、ちゃんと。あ、ちゃんとあれなんだ。そうなんですよ、そこは私の真面目さを出して、はい、ちゃんとやってたつもりだったんですよ、はい、ちなみにいくらオーバーだったんですか。結構なオーバーだった。2000円くらい。あ、2000円くらい。まあまあまあ、まあ、そのぐらいだったらね、うんうん、そうだけど、はい、あれこれ予算と合わないぞみたいなってきてそうしたらファンの人がみんな心配してくれて、え、じゃあもっとさ、みんなこっから集めればいいじゃんみたいな。あ、なるほどね、言ってくれたんですけど、ね、いやでもそれもな、うん、申し訳ないなと思ってうーんうんって思いながら、なんでどこで間違ったんだろうって自己反省したから、うん、まあ それが初っ端ですよね、スタートですよね、それがね。そう、うん、あ、でも、うん、そうなんですよ、自分的には、はい、結構
あの完璧だと思ってたんですけどね、うん、どこからが不具合が間違っちゃった起こって、でまだあるんですよ。あ、まだあるの、はい、まだ肉焼いてないよ買い物しか言ってないですよね。買い物時点でまだここ、はい、肉は焼いたんですか、はい、そう、でも肉焼く前にまた、はい、うん、アクシデントが最大のミス、うん、最大のミ ス,、はい、ミス、最大のミス、ミス、はい、油買ってないよねうわあれそれでかくないですか。でかい、それ2000円足りないよりでかいですよまだあるんです、まだあるんです、まだある、うん、火も持ってないよねええ、あの、まあ、いわゆる着火マン的なやつでしょ、うん、ライターとかね、そうで誰もタバコとか吸うかと言われて炭とかはあるんですか。炭とか網とかは用意されて、そうです、そうです、はい、それはちゃんと事前確認、はい、バッテシーなんですけど、はい、でも火がつけられないとそう火があということはもうあのそうなんていうの、バーベキューの会場で油も火も気づいたってことですよね、はい、そうですやばいなこれ。大丈夫ですか、みんなでじゃあ、うん、木の板と棒を持ってやるとかじゃない、誰が一番早く火つけられるか競争ね、そんなゲームはなかったですよねそれはちょっとさすがになかったですね、はいはい、でどうしたんですか、ね、うん、え、いやもうこれはもう致し方ないと思って、うんうん、すいませんその人に言って、ああなるほど、そうですよね、うんうん、していただけないでしょうかっていう感じでお願いして、うん、はい、油と火を分け与えていたんですこれ夏木さんがあのバーベキューを全部管理して率先してやる係だったんですか、誰かいなかったんですか本当ですよね一応責任は全部自分で負ったんですね、いろいろと。そう。なるほどね。なるほどね。そうなんですよ。しっかりしてる方は多いはずなんですけど、うん、みんながみんな任せっきりだったんで、ね、誰かやるんだろうみたいなね。だって周りのファンの方はバーベキューやりに来たんじゃないもん。夏木さんに会いに来たんだって。ああ、そっか。そうだ、もうバーベキューはどうでもいいんだもん。うん、言い切った。はいはい、バーベキューはバーベキューですよ ね、一緒に楽しみたいよ。そう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 。だからそのハプニングも多分楽しんでますよね、きっとね。あ、確かに、うん、そうかな、うん、永遠の語り草としてね、夏木伝説、ね、そうそうそう、ファン同士が集まるとあれ行ったみたいな、そう、ね、あの火のないやつでしょ、うん、っていうところですよね。そんな素晴らしい夏木さん、はい、あ、ね、はい、曲いきますよ。いや、あれ素晴らしい、そんな話しかしてないけど素晴らしいお人柄の夏木さんの曲に行きたいと思いますからね、はいはい、夏木さん、はい、曲紹介よろしくお願いします。はい、ただいま千葉テレビダイヤモンドコレクションのオープニングテーマになっています。夏木で雫、聴いてください。地域
夏希さんで雫お聴きいただきました。いい曲、ありがとうございます。しっとりしてて、ありがとうございます、山本さん、はい、あれですか、夏希さんの歌手活動についてはどういう印象はありますか。そうですね、僕もともと僕自身がプロデュースというわけではなく、共通の知り合いの音楽プロデューサーが彼女をプロデュースしてというところで、うん、そこからの縁なんですね、はい。でまあ、それで楽曲の方もいろいろ聴かせていただいて、まあ、今回のその雫もそうなんですけど、僕が個人的に思うのは彼女の本領ってバラードだと思ってて、でそういった中でやっぱり本人もびっくりした。本人がここまで平気ってなると思わなかった。うん、はい、ごめん、自分で思ってるのと違ってたらごめんね。で、まあ、結構そのバラードの場合だと、まあ、他の曲よりもその訴えかける力っていうのがすごい強いなっていうので、はい、うん、結構そのストレートに響いてくるっていうのが僕の中でそういった力を持ってるアーティストだなっていうふうに思ってますね。嬉しいですね、ありがとうございます。まあ、普段なかなかこういう話しないですからね。嬉しいです。いやいや、そんななっちゃんですが、はい、で今後の活動、まあ、今活動していることとかお知らせとかありましたらお願いします、はい。ただいま、映画騙し絵の牙に、はい、大泉洋さん主演の作品なんですけれども、はい、こちらワンシーンだけなんですけれども、関わらさせていただいております、はいはい。そしてワウワウの開局30周年記念連続ドラマ、うん、華麗なる一族、こちら全12話なんですけれども、中井貴一さん主演の、ドラマでして、こちらにも、第5話6話あたりで出演させていただいて、どちらも、ね、着物を着た役で、やっぱり着物がお似合いなんですね、きっとね。嬉しい、ありがとうございます。雰囲気がね、まあ、好きなんですけどね、着物本当好きなんですけど、はい、ありがとうございます、ご縁をいただいて、はいはいはい。そして、はい、はい、そして、今パーソナリティを務めさせていただいているウェブ番組がありまして、はい、秋葉原の小野田1階にあります、うん、はい、秋葉 TV スタジオというところで生放送しております、うん、毎週土曜日の、14時15分から14時45分の30分番組なんですけれども、はい、実の夏トークルームというタイトルでやらさせていただいておりまして、はい、みのりさんっていうマジシャンの方、マジシャン、はい、と一緒に共同でやらさせてもらっている番組なんですけれども、はい、他にも準レギュラーでみのりさんと同じチームのマジシャンお二人と、はいはい、やってるんですけど、みんなイケメンで、うん、とても、あらら、ね、楽しい番組ですね。そうですね。楽しい番組、はい。毎週会えるんですね、じゃあ。そう、毎週会えて、はい、とてもね、はい、ありがたいと思います。え、なっちゃん MC やってるんですか。そうです。そうです。お、どうですか MC は。え、楽しいというか、なんかこのまんまな気がします。え、いつからこれ始まったんですか。え、こちらは最初が3月、うん、おー、じゃあまだ2ヶ月ぐらいなんですね。で4月からちゃんと放送になったっていう感じですかね、はい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 、プレ放送があってそれを経てっていう感じですね、はい、ちょっと緊急事態宣言とかいろいろありまして、うん、ちょっと遅くなったっていうのもあるんですけれども、うん、MC なっちゃんをね、なっちゃんね、ぜひ、はい、これは YouTube で見られるということで、はい、YouTube でもアーカイブが残ってますので、はい、美の夏トークルームで検索していただけたら、はい、なるほど、嬉しいです。ちゃんとしてるなっちゃんが見られると思う。そうですね、ちゃんとしてるの、うん、してるよね。なんか頭抱えてんですけど。いやー、ちゃんとしてるかな。ちゃんとして、うん、MC ちゃんとして。はい、頑張ります。マジシャンが困っちゃうっていうね。でも結構ね、役者もやられてて、歌も歌ってるじゃないですか、はい、こういうなんていうの、パーソナリティとか喋る感じっていうのを、お仕事っていうのはどうなんですか。え、どうなんですかね。聞いてる、こっちは聞いてるよ。楽しくやられてる感じですか。楽しくやれてます。あ、はい、なるほど。あ、でもなんか私ポコチャっていうところで、はい、毎日配信させていただいてるんですけど、はい、すげえ、まあ、そこで結構こうリスナーさんと話す時に、はい、こう週に大体まあ3回ぐらい、うん、夏希でないとっていう、勝手に、勝手に、はいはい、ちょっと今引いてないですか、大丈夫
あのバラエティーコーナーみたいなのを作って、はい、あの一応ココちゃんの中でナイトとか言ってやってるんですけど、なるほどあのそれが、はい、あの生きたのかちょっとなんかこのミノナツトークルームに生かせてるんじゃないかなと思って、うん、あなるほど、あの30分番組って言ってて、はい、大体1時間ぐらいになってるんですけど、あのその夏キレナイトっていうそのポコチャ内でやってる、ポコちゃんの方が、はい、あほっときゃずっと喋ってるんですかいやね、一応8分8分だから切ってるんですけど、うん、コーナーを1時間も話さないでしょだったら一応こうなんかあの、うん、私の今日のおすすめのコーナ ー, こう今日はこの服がおすすめですとかいう私のおすすめのコーナーと、はいはい、あの私がこう絵がものすごいあのあの見ていただければ分かるんですけど、なんとなく分かりました、そう絵を、ね、描くのと、はい、あとクイズとか食レポとかやって、はい、心理テストとかやってるんですけど、まあ、それを一応8分ずつで区切ってやってるのになぜか1時間番組、はい、あでもそうやってちゃんと自分で企画構成を立てて、いやありがとうございます、いろいろね協力してくださる方もねいて、そういうじゃあ才能もあるんですね、うん、話すのがお好きなんですね何いやなんでそこで笑うの、そこでなんかおかしいこと私は言ったからなんで笑うの、そこで話すの好きですよ、はい、ですよね、はいはい、だから楽しめていいじゃないですかね、うん、そうですね、またバーベキューもやってほしいねやってほしいな、やってほしい、コロナ禍が終わったらあそうか、あお願いすればいいんだね、あれそうしたら全部うまくいきますよね、それはもう山本さんか、はい、私ですか、おいしくお肉も食べれますよね、おっと火の粉飛んできた、ピーマイクもさつけてもらえれば、うん、あのそれを放送乗せてさいいですね、そうそうそう、それがいいよ、面白いね、面白いトラブルメーカー、ね、今日もね打ち合わせの時からいろいろとね大盛り上がりだったんで、本当にありがとう、打ち合わせが一番面白かった本当打ち合わせを流せばいいのかもしれないですけどね、そんなことないですよ、ね、はい、6月にライブ出るんでしょ、はい、そうなんです、はいはいはい、6月19日の土曜日にライブ出演が決まりました、はい、会場は新宿クラブサイエンスという場所で、うん、オープンが17時半スタート18時の予定になっております、はい、チケットが前売り3000円、うん、当日が3500円になってます、ドリンク600円別になってますのでお気をつけください、そしてこちらね配信もやるんです、おすごい、はい、生配信ですか、生配信です、おすごい、はい、こちらも2500円でね、見ていただけるので、はい、なるほど、こちらね私バースデーの本当バースデー間近のライブなので、とても確かに、あれなんだっけ、あれいつ誕生日、6月22日です、622、そうです、あれなのでねちょっとあれおいくつになられるあれそれ NG なやつ、あれ年齢 NG にもらったやつ NG って書いてあった、ね、会わなかった1年、はい、ね9ヶ月ずつぐらいに、はい、年齢が交換になりましたあれあれいろいろとさらけ出していい、そうそう、なんか交換になっちゃったんだろうちょっと解禁ですか、解禁になったんですか、解禁になりました、なるほど、でも言わなくていいです大丈夫です、あえてね、あえてね、あえて、あえて解禁理由とかポコちゃんに話面白いかそうですね。じゃポコちゃんもチェックしていただいて、はい、いや面白いわ。いろいろじゃやられてね、ますから毎週土曜日のね、はい、14時15分からもやってるし、ポコちゃんもやってるし、6月19日土曜日にはライブにもご出演と。はい、6月19日のイベントは裏で山本さんが暗躍してますからね。そうですね。もうすて、はい、ね素敵なアーティストさんとご一緒させていただく機会を作ってくださって、はい、すごいイベントになりそうです。私もすごい楽しみにしてます。はいはい、うん、山本さんも出演しちゃうんですか、いや出ませんよ、ちょっとびっくりしたわ今何爆弾投下してくるの山本さんはじゃあ会場に行けば、うん、そうですね、会場にはいます、当日はあれですかね、やっぱりサングラスしてるんですかね、多分してると思います山本さんってですからね、はい、うん、そうですね、いやきっとかけてないと気づいてもらえないんですよなっちゃんの情報はどうしたらいいですか、知りたい方はそうですね、あ、SNS、はい、あのね、ツイッター、インスタグラム、フェイスブックやっていますので、はい、夏月で、あの菜の花の何、月様の月で、はい、うん、はい、検索していただければヒットしますので、うん、こちらの方で、はい、オフィシャルホームページもありますので、はい、じゃあいっぱい調べることはできると、はい、そうです、皆さんチェックしてください、うん、はい、終わりだよ、もうちょっと話したりないですか、長々しちゃったね、うん、話したりない、足りない、足りない足りない、じゃあまたいつか来てよまたオフ会するときです、はい、また6月19日の、ね、ライブの裏話がきっとないからね、はい、ということで、
本日のゲスト、夏木さんと山本雅弘さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。